はい。皆さん、こんにちは。物販講師の黒沢です。今回は、まず自分の生徒さん限定なんですけれども、米国アマゾン、アメリカアマゾンの商品ページ、英語化サービスというのを試験的に提供させていただこうかなと思いましたので、そのサービス内容や価格についてお話しさせていただくとともに、一番大切などういう思いでこのサービスを提供させていただくのかっていうのを話させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。こちらのサービスは、商品のタイトル、 とこの箇条書きにになってているる商商品品のののの仕様ですねそして下の方にある商品の説明文とキーワーワドこの4箇所っていうのを皆さんが書かれた日本語の、まあ、下書きというかメモに基づいて英文化する、英語翻訳するサービスです。類似サービスとの大きな違いっていうのは私、要するに物販講師兼現役物販セラーですから私が自らチェックすることによってただの翻訳とかではなくて Amazon での 販売に特化した商品ページ作りができるっていう点なんですよね。先に特徴をお話しさせていただくと、 商品の説明文は、初めから HTML タグを用いて記載するので、そのままペタってコピペすれば、箇条書きに自動的に変換されるような形でお渡しすることができますっていう点。あとは、タイトルの付け方とかキーワードの選定がそもそもわからない場合は、上位表示されている類似品の商品のデータに基づいて、お任せで私がタイトルやキーワードっていうのもう選定しちゃうと。もう作っちゃう。 っていうこともできます。商品ページ登録をする際に不安な場合は、スカイプで画面共有しながら一緒に作業するっていうプランも作りましたよってこと。 要するにもうほぼほぼコンサルですよね、単発の。実際のセラーセントラルを開きながら一緒にチェックするってこともできますと。で、あと6つ目なんですけれども、販売開始1週間後をめどに売れ行きや広告レポートに応じてタイトルや、あとは広告のキーワードなどの改善っていうのも一緒にやるプランも作りましたよっていうことです。 シンプルプランっていうのは、まあ英語に翻訳するのと、あと日本語のその前の添削ですね。日本語の文章がなんかすごくだらだらと書いた文章だと、それを英語にしてもやっぱダラダラとした英語になっちゃうので、そこの部分に関してはまず日本語から添削して、畜語的にというかね、過剰書きに適した文体に直していただくと。 そうすれば英語に訳した時も非常にアメリカのお客さんが読みやすいようなものができますよっていうことがこの日本語の添削サービスですで、アドバンストプランっていうものは英訳も行うしその前の日本語の添削も2回まで2往復まで行うし講師チェックも行うしプラスアルファタイトルの付け方がよくわからないという方のためにタイトルっていうのもチェックするしあとはスカイプで画面共有しながら一緒にやってきますよっていうことで、コンプリートプランっていうのは のが商品のタイトルを決めて、私がお任せで決めて、キーワードも作ってで、商品登録するのも一緒にやるんだけれども、さらに商品販売後、1週間後ぐらいをめどにですね、タイトルが、まあ、なかなかセッション数が上がらないだとか、そういった場合っていうのは、何が原因でそうなっているのかっていうのをビジネスレポートも チェックしながら、一緒にまた画面共有しながらチェックして、で、改善を行うっていうところまでをやりますよっていうプランになってます。で、よくある質問っていうふうに書いたんですけれども、商品ページの日本語のデータってどういうふうに提出するかっていうのは、これ私が専門の、専門のというか専用のエクセルのシートっていうのを作ります。 なので、そこに必要事項を記入してチャットワーク経由でお送りいただくっていう形。チャットワークは私のセ産さんであれば持っているものですからね。っていう流れになります。で、ブランド名、バリエーション名っていうのはサービス外なんですがなんでって話なんですが、このブランド名っていうのはご自身で決めるものだし、バリエーション名っていうのもレッドだとかブルーだとか M サイズ、L サイズだとか、そういうところっていうのは Google 翻訳で十分多用できる作業なので、今回のサービスの中には入っていませんということです。 で、バリエーション出品する場合、各バリエーションの説明も作ってくれますかってことなんですが、バリエーション出品する場合であっても、単品出品する場合であっても、共通したものが使えますから、そこに関してはわざわざバリエーションごとに説明を変えるって必要はないと。次なんですが、スカイプでは具体的にどのようなことをどのくらいの時間を行いますかってことなんですが、事前にスカイプする日々を話し合った上で30分間一緒に画面共有しながら作業を進めますと。具体的にはセラーセントラーのトップ画面を開いた状態でスカイプを用意していただいて、 スカイプをつないで、一緒に商品の新規出品作業っていうのを進めていきます。商品登録自体はそんな30分かかんないんですよ。そもそも文面っていうのは事前に用意しておくものだから、それをコピペしていったら基本的にはできるんですが、あとはその他もろもろいろんな気になるところって商品登録中であると思うんですね。そういうことに関しても、余った時間でご質問いただくことができるように30分っていう余裕を設けたスカイプの時間っていうのを設けてます。で、これ、先ほど申し上げたシンプルプランの簡易チェックっていうのがあったんですが。この 簡易チェックって何なのかっていう話ですね簡易チェックっていうのは基本的には英訳した文面が Amazon の説明文として明快かどうかならびに過剰書きの順番が適切かっていうのをチェックする作業ですこの過剰書きの順番って実は結構大切で多くの生徒さんがですね一番大切な情報を後の方に書いちゃって比較的どうでもいい情報を上の方に書いちゃうってことがあるんですね ですから、こういった順番っていうのもしっかりと見て、あくまでもお客さんに商品を買っていただくための説明なんだよと、安心感をお客さんに持っていただいて、知りたい情報を即座に得ていただくための商品ページ作りなんだよっていうことをしっかりと意識した上での、こういった箇条書きの順番ですね、5つ書くってことは、もう何通りも、 書き方ってあるわけですよ。書く順番。そこの部分っていうのを簡単にチェックするっていうことです。ちなみに、通常の講師チェックの方だと、もう単純にこういうふうにもっと説明書いた方がいいとか、こういう説明は省いた方がいいっていう、もうまさに単発コンサルですね。そういった物販セラーとしてのアドバイスっていうのも含めてしっかりとチェックするっていう流れです。で、今回、このプランを提供させていただくにあたって、私が皆さんにお願いしたいことがあるんですね。こうい まままた商品ページ作りりっっっってててていうううののを行ってししと皆さんの力ががつかなくなく可能性がありますで、楽だから、あの、先生に任した方がいいやっていう感じでお願いされる方もいらっしゃるとは思うんですけど、あくまでも、皆さん自身が自分自身で商品ページ作りを行えるようになるっていうのがコンサルティングの目的の一つなんですね。だから、毎回先生に頼みゃいいんでしょっていう感覚で頼まれちゃうと、こっちも場合によってはお断りせざるを得ないこともある じゃないあなんで、でもこのサービスを提供するのかっていうと、私が実際に生徒さんと対峙していて、なるべく早く手すままで行うっていう経験をつけていただいた方が、長い目で見て、物販に対してね、好奇心だとか楽しさだとか、あ、物販って本当にいいものだなっていうふうに感じていただけると思うんですよ。そこで、やっぱり自分で商品ページ作りも行ってっていうのを全部一切合切遅れて、 いる中でね、進めるとなると、どん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 気が詰まってしまって、元来の目的である、とにかく鉄ままでは行こうぜっていうことに到達できなくなってしまう可能性もあるんですね。それもそれで、やっぱり自分としてはもったいないな。 っていう気持ちがしますから、で場合は私自身が商品ページ作りをまず見本として行ってみて、でそれを一つの参考にして、例えば3商品目以降、4商品目以降っていうのは、じ皆さん自身がね行えるようにしていけばいいのかなっていうふうに思います。だからできればなんですけど、このアドバンストコース以降っていうのをぜひ、まあ、お,お金は高くなっちゃいますけど、アドバンストコース以降っていうのをやっていただければなって思う s スカイプで画面共有できますしね。 私がこういったサービスを提供、例えばしなくなったりしたら、もしくは自分自身で進めなきゃいけないよっていう段階になったら、もう途端にね、滑落してしまうような状況には絶対にしたくないんです。だから、全く商品ページ作りをしたこともなくって、で、やる気もないのに、任せりゃ一緒っていう感覚は絶対に避けていただきたいと思うし、そういう状況になりかけちゃってるなっていうふうに思った場合は、じゃあまず一緒にちょっとやってみましょうよと。 このアドバンストコースで自分自身が一緒にスカイプで画面共有しながら一緒に進めてみましょうよっていう提案をさせていただきます。手詰まするまでわからないことっていうのは手詰ましてみればわかることですから、で、手詰まするまでわからないことっていうのはこの商品売れるのかだとか、物販って本当にいいものなのかとか、まだまだよくわからない部分ってあると思うんですね。だから手詰まする段階までなるべく早く到達していただくための一つの、ま、透け立ちと言いますかね。ののために今回この 英語化サービス、商品ページ英語化サービスっていうのを試験的に提供させていただこうかなと思いましたので、このように公開動画で発表させていただきました。はじめはあくまでも生徒さん限定でやらせていただいて、で、あとはもしね余裕ができましたら生徒さん以外の方にも何人かねテストケースとしてやらせていただこうかなっていうふうにも考えています。というわけで最後までご清聴ありがとうございます。失礼いたします。